ついに来週木曜日から東京ゲームショー2021が開幕いたします。今年はなんかどうやら一般の方はいけないんですけれども、まあゲーム関係者だったりインフルエンサーの方だったり、まあ取引会社の人とかはいけるみたいな、まあそういうオフラインの場も提供されてるっていう、まあそういう今回のね東京ゲームショーなんですけれども、まあ僕が注目することといったらやっぱりこの東京ゲームショーで稲入れの最新情報が出るかどうか。今年の東京ゲームショーレベル5さん出展します。公式番組の配信や、あと先ほども言ってたオフラインでの会場ブースも出展する予定なんですよ。ただその出展の内容が10月からテレビアニメが放送、そして11月11日にゲームが発売されるメガトン級武蔵、これが出展されるというふうに言われております。で、会場ブースに稲妻イレブンのゲームの体験版が出展されるってことは多分ほぼほぼありえないと思います。2023年発売なんで、まあ来年の東京ゲームショーで出てくるかもしれないんですけども、多分今年はないと思うんですけれども、まあ公式番組の方で何かしらが触れられる可能性、まあこれはねちょっと否定はできない。まあそう思ってねちょっとね公式番組のね内容を見てみたんですけれども、まあ番組名がメガトンラボ in 東京ゲームショー2021で、番組内容がレベル5最新クロスメディアプロジェクトメガトン級武蔵に関する最新情報をお届け、出演者などより詳細な情報はメガトン級武蔵公式ツイッターなどで後日公開予定、続報を楽しみにという風に載っておりまして、でね、ちょっと今公式ツイッターの方見に行ったんですけど、番組内容とかは特に載ってなかったです。ただ前回のメガトンラボが先に登場するキャラの声優さん、それと日野社長が出てるっていう感じだったので、まあ当たり前ではあるんですけれども、番組内容の中心はメガトン級武蔵になるだろうという風に思っております。その中にちょこっと稲妻イレブンの情報があるかどうか、まあ最新情報が出ると言ったらそれぐらいのレベルなんじゃないかなという風に思っております。しかしながら直近でこの東京ゲームショーとは関係ない形で稲妻イレブンの最新情報が出る可能性がある、そういう風に僕はね思っております。まあ去年東京ゲームショー2020年の9月24日から開催されたんですけども、その4日前の2020年9月20日にですね、日野社長のツイッターにて英雄たちのグレートロードの開発の進捗を報告するねツイートをねされてたんですよ。ここではですね、ビジネス上の事情により妖怪学園を優先し出すことになってしまった、再開のためにはヒットにつなぐための仕掛けお膳立てが必要でゲーム開発とともに検討中です。まあそのようなツイートがされましてですね、まあこのツイートを見てさ、僕ちょっと早とちって英たちのグレートロードこれヒット作につなげるためにアニメ化するんじゃねえかみたいなことを俺言ってたんですけれども、まあ一つ可能性があるとするならば、今年もね東京ゲームショーの直前に稲入れに関する何らかの情報発信があるんじゃないかと。まあちょっとね可能性としてはあんまりわからない、正直稲妻イレブンの日野社長のツイートは正直日野社長の、まあ、若干気まぐれな部分があったのかもしれないなと僕はちょっと思ってるんで、まあこれちょっと正直可能性もねわかんないんですけれども、もしかしたら東京ゲームショーの直前に日野社長から何らかの発信があるんじゃないか、そうであればすごく嬉しいなと僕はちょっとねこれ結構ねこれ期待しております。英雄たちのグレートロード最新情報が出たのが、今年の4月ですか、そこからもう半年経ってもうちょっと10月に入るといったところで、半年が経つというタイミングを考えても、まあそろそろ最新情報来るんじゃねえかと、来てほしいなと、レベル5さんマジでお願いしますと。まあ4月に出てきた映像を見て、まあ、ちゃんと開発が進んでるってことはね十分伝わった。ただ発表がね1年ごとだとさちょっと不安になっちゃうので、まあそろそろなんか欲しいなと、そういうね僕おねだりをしつつこの動画締めたいと思います。という感じで、まあ今年の東京ゲームショー、まあ情報出るのか、その直前に何らかあるのか、何かの情報発信があるのか、まあそれ期待できるタイミングだと思うので、皆さん一緒にねちょっとね、まあ期待はしすぎずにちょっと待ちたいなというふうに思います。この動画よければチャンネル登録、高評価、コメント、フォローしておきます。ご視聴ありがとうございました。またの。